成田オートです。ラパンのスマートキーの電池交換のやり方を紹介します。こちら、ラパンのスマートキーです。じゃあ、まず何を使うか。用意してほしいものが、マイナスドライバー。まあ、そんなに大きくないもの。それと、電池 CR2032。おすすめはパナソニック製のものです。それと、今日はキッチンペーパーを用意します。ティッシュとか、まあ、汚れてもいいタオルとかでも OK です。それと、油性マジック。これらを使います。じゃ、まず、分解です。この刺さっている鍵をまず抜きます。ここの部分を下に下げると、鍵が中から出てくるので、これを外しておきます。で、ここでマイナスドライバーを使います。この部分にちょっと差し込んで、本体をちゃんと握って、こうテコの原理で上にパコッと開けると、こんな感じで外れております。で、あとはパカッと割るだけで。これで分解は完了です。で、次にですね、この部分、つなぎ目のところが結構汚れてて、個人的にはすごい気になるんで、ここを拭きます。別にこの作業はいらないんですけど、すごい汚れてる人はすごい汚れてるので、それでしっかり拭いてあげると。これティッシュだと結構ボロボロになって、その辺に引っかかっちゃうんで、繊維が。なので、タオル的なものか、キッチンペーパーがおすすめです。そしたら電池を変えます。電池はこの右上ぐらい、ここからパコッと取れます。で、新しい電池を使うんですけど、まあ、開けるともったいないんで、他の電池にしますね。で、これをつけるんですけど、ここでつけた時に大事なのが、交換した日にちを記入しておくことです。まあ、自分の場合は日にちというか、まあ、日にち全部入れるんですけどね、2016年6月6日、こんな感じで書いておくと、鍵自体が使えなくなっちゃった時に、本体が壊れているのか、もしくは電池がなくなっちゃっているのか、判断するしやすくなるので、なるべく日にちは書いておいた方がいいです。で、この時にパナソニック製だと、この油性マジックが弾かないんですよ。他のメーカーのだと弾いたりするので、パナソニック製を使っております。それで、あとはくっつけるだけです。で、鍵も挿して、これで交換作業完了です。